2014FIFA ワールドカップ感染チケット違法販売問題は 2014FIFA ワールドカップにおいて国際サッカー連盟の関係者がいわゆるダフや行為に関わっていた事件である。ブラジルの警察当局では2014年5月以降電話盗聴やチケット販売現場の隠し撮りを続けるという方法で販売組織の実態を解明し さらに20カ所を家宅捜索して感染チケットおよそ100枚の他多数のパスポートや携帯電話、ベイドル紙幣を押収した。2014年7月3日に、ブラジルのリオデジャネイロの警察当局が記者会見を行い、この問題が明らかになったもの。すでに警察当局は2014年7月1日、チケットの違法販売組織を一斉に摘発して、 アルジェリア人ら11人を逮捕し、供述などによって FIFA の関係者が販売組織にチケットを横流ししているとの見方を強めていて、電話の通話記録によってチケットの違法販売に関与した疑いのある FIFA の関係者のファーストネームが判明した。また、逮捕された11人の中には弁護士やブラジルの警察 OB も含まれていて、W 杯の過去4大会でも 開催地に拠点を置き、チケットを違法販売したと供述していて、それぞれの大会でおよそ200万でアルを売り上げていた。また、その際に13、131枚のチケットが押収され、そのうち70枚はスポンサー向け選手向けなどの関係者用のチケットだったためで、フィファルートの横流しが、浮上、さらに警察の発表によれば疑惑がかかっている関係者は、ブラジル人ではなく、 ワールドカップのために当地を訪れている人物だとしていて、FIFA の事務所やスタジアムに自由に出入りできるため、観戦チケットの入手は容易だったとしている。この違法販売には、FIFA のチケット販売部門を担うマッチ社の社員が関与した疑いもあり、容疑者を特定するために、FIFA 側に捜査協力を要請する方針だという。このマッチ者は、FIFA から、 ワールドカップのチケット販売を受け負う公式代理店として世界中に販売ネットワークがある。マッチ社の大株主には FIFA のブラッター会長の甥いであるフィリップ・ブラッターが社長を務めるスイスのインフロントスポーツメディアという会社が大株主だという会社も含まれている。この販売組織は FIFA が発行していたワールドカップの会場の通行証の他に スポンサーや NGO 団体、代表チーム関係者に割り当てられたチケットを所有していた。3つの旅行会社を通じて通常の3倍から20倍の価格でチケットを販売していた。警察当局は決勝戦のチケットは3万5000レアルで取引された可能性もあると指摘。このマッチ社では過去のワールドカップでも最大9500万ドルを荒稼ぎしていたとされていて。 継続的なフィファルートの存在が疑われている。しかも、このマッチ社は、フィファから委託を受けチケットの販売を行っているほか、宿泊の圧戦に加えグッズの販売も手掛けているなど、巨額の W 配利券を握っていて、ブラッター会長のいのが社長を務めるフィリップ・ブラッターが、大株主になっているがゆえに、フィファとは極めて親密な関係だという。地元メディアは、 かつてのブラジル代表監督のドゥンガラ複数のサッカー関係者が販売組織からチケットを購入していた可能性があると報道。その上で警察に参考人として聴取される見通しだと伝えている。チケットは一試合ごとに少なくとも1000枚が違法に販売され、基本価格はおよそ1000ユーロでチケットは海外から持ち込まれ販売組織に渡されたと見られているという。 警察ではチケットが転売されることによって1試合あたり26万3000ポンドの利益を得ていると見積もる。フィファでは警察が押収した転売チケットを分析した後に関与した人物の特定に向けてブラジル当局に対して協力するとしているというが職員の関与については否定的な見方を示した。警察では捜査において電話を傍受した結果として およそ5万件の情報を得たと述べていて、捜査への協力を要請されたフィーファは、スタッフや関連企業の電話番号リストを提供したと発表していて、その中にはマッチ者も含まれている。2014年7月7日に、ブラジルの警察当局は感染チケットの違法販売に関与した疑いで、感染チケットを違法販売した国際組織のその中心人物として、 フィファのチケット独占販売権を持っているマッチ社のイギリス人の64歳の幹部の男を逮捕した。その際、警察は容疑者のスイートルームで82枚の観戦チケット、パソコン、それに携帯電話にその他の書類を押収した。地元のメディアの報道では販売組織は複数の携帯電話を使い、顧客から VIP 席のチケット購入を受け付けていた。 注文が入ると男を訪ねて、スポンサーや NGO 団体、代表チーム関係者向けのチケットを受け取り、高値で転売していた。一試合あたり、最大100万であルを売り上げていたとみられる。と伝えている。ある警察幹部が、地元メディアに明らかにしたところによれば、ダフや組織は今大会ですでに一試合あたり、約1000枚を販売し45万5000ドルを荒かせにしていて、 さらに決勝戦のチケットには1枚1万6000ドルの値がついていた。また、ワールドカップの300万枚のすべてチケットのうち、マッチ者に対する割り当ては44万5500枚で、FIFA に返却する決まりになっていた売れ残りのチケットが、ダフ屋組織に横流しされた。地元メディアの報道によれば、このダフ屋の組織が過去のワールドカップでも、 一大会あたり最大で9500万ドルを売り上げていたと報じていて、さらにチケットの入手について容易だったとしていて、以前からマッチ者が組織的に関与していた疑いがあるという。また過去4大会でチケットの転売が行われていて、一つの大会で5200万ポンドもの金額が動いていて、逮捕された64歳の幹部の男は犯罪組織における マネーロンダリングへの関与の疑いもある。今回の逮捕は、ブラジルの警察が感染チケットの不正転売対策として言ってきた、いわゆるジュールリメ作戦の一環として行ったもの。2014年7月10日、リオデジャネイロの裁判所はスイスに本社を置く、マッチの別の幹部を逮捕したとと,ともに、すでに拘束されている容疑者10人の交流延長を命じる。一方、 マッチの64歳の男の幹部は一時、拘束されていて裁判所命令を待つ間は釈放されていたが、2014年7月10日に宿泊中だったリオデジャネイロの高級ホテルに警察が到着した時は、すでに行方をくらましていて、検察当局の話では、ホテルの裏口から出ていく姿が目撃されていた。また、その直後に逃亡者とみなされて、 国際刑事警察機構の警戒リストに登録された。2014年7月14日、感染チケット違法販売に関与した疑いのあるチケット販売代理店の幹部がリオデジャネイロの裁判所に出頭した。なお、マッチ社は2014年7月7日の時点で違法販売に関与した人物はいないと声明を発表していたという。ABCDE WHY、はい、チケットの違法販売組織を摘発イコール、FIFA フフに協力者の可能性もブラジル。時事通信。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ wcup2014s イコールニュース 30&k イコール2兆140億7千2 0万 173&j42014 年7月8日閲覧。 abcde, FIFA 関係者の関与断定イコール、WH チケット違法販売でブラジル警察。時事実信。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ wcup2014s イコールニュース 30&k イコール2兆140億7040万4172014年7月8日、閲覧。 abcde, w high イコール FIFA 関係者、感染チケット転売に関与か。ロイター。http, jp, ロイター .com、アーティクル、スポーツヌーズ、イジプ文例 F90X20147042014 万年7月8日閲覧。abc 版川吉長。w h イチケット違法販売関与の FIFA 関係者、特定。読売新聞。 http://www. 読売 .co.jp/wcup2014 エトセトラ2014万742と 1t5 万 128htmlfrom イコールユーテップユーリスト2014年7月8日閲覧 ABCDFIFA 関係者がダフヤ行為に関与か日刊スポーツ http://www. ニーカンスポーツドットコム、ブラジル2014ニュース FSCTP0 から2014万704から132万8736 HTML2014 年7月8日閲覧 AB W ハイチケットを違法販売か FIFA 代理店幹部を逮捕激作か http コロンスラッシュスラッシュウェブ .gekisaka.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ。142748から142748フロリダ2014年7月8日閲覧。abcdefghijk ブラジル w 杯フィファフ杯ダフヤに横流し選手向けチケットも公式代理店幹部を逮捕。 サンキビス、httpwww. サンキビス、.jp、エクスプレス、ニュース、14709、エグゼ1兆4070億9000万 1N1、htm2014 年7月9日閲覧。ABCD、w ハイチケット不正転売、販売代理店役員が逮捕、イランラジオ、 h t t p j a p a n e s i r i p i r n e w s l a s h h t s t n e w s i d e m 4 6 4 9 7 e f b d 9 7 E6%9D%AF%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E8%、e BB%A2%E5%A3%B2%E3%80%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E5% BD%B9%E5%93%A1%E3%81%8C%E9%80%AE%E6%8D%952014 年7月9日閲覧 ABCDFIFA 公式代理店の幹部逮捕イコール違法販売問題で主犯格かブラジル wi, 事通信 ,http コロ <laughs> ンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c, g イコールスポアンド k イコール2兆140億7 080万147 2014年7月8日閲覧 abcdefg, wi チケット違法販売300億円超える巨額マネー動く 警察当局はどうもとが、FIFA 上層部いると確信。<game> <Assass ins> フットボールチャンネル。<curry ome> http:/www.fodbalchannel.jp:/2014/07/11/post46502/2014 <ed> <day> l 年7月11日日閲覧吉田健一。 w ハイチケット横流し、FIFA 委託会社幹部逮捕。読売新聞。http www. 読売。cojp.world。2014708と1 t 5万7 0 html2014 年7月8日閲覧。a b w ハイイコールチケット違法販売。容疑者の FIFA 代理店幹部が逃走。ロイター。 h t t p ロイタ t e r c o m アーティクルスポーツヌズイジプ文例 FG01920140711 2014年7月11日閲覧 ABW ハイ,イイコールチケット違法販売代理店幹部がブラジル裁判所に出頭ロイター h t t p ロイタ t e r c o m アーティクルスポーツヌズ イジプ文 0FK007201407152014 年7月15日、閲覧。ありがとうございます。